カードが変わるか、変わんないかな。さあパチンコで攻撃していく。つかみが当たらずダッシュで浮かされて、さあ空中絵が下からどんどん何度も何度も飛び出てくる。着地硬直がない、強すぎる。さあ台から降りようとしたところ、強襲でしっかり捉えるが、ケプトムラビュートがずらしがうまく2段目で抜けたので、4回戦を生み出しいたします。将軍クラゲ、将軍クラゲ、さあハニャ落として当たって、さあボーリングも序盤から出していく。さあ強気の行動が多い。さあ空中に取る。さあパチンコ当てて、さあ空中後ろ。さあメテオが当たって痛い痛い。さあ 10%。 さあ浮かされて、さあハニア出して上から帰ってくる。さあ 57% 対 105%、 かなり厳しい立ち回りか。さあ空中ニュートラルに対してガードキャンセル、空中ニュートラルしっかりと決めていく。さあ飛びすぎ、なんだこれ。空中から暴れてくるクラウドに対してしっかりとちょくちょく見せていたボーリングがやっと通る。そして下出へ。さあ弱弱いやらしいこの弱。さあ立ち回りかなり厳しかったケプト村人がボーリングの起死回生の一撃をしっかりぶち合っている。さあそれからどう巻き返せるかセルシアクラゴ。さあパチンコ空中ニュートラルで総裁しながら近づいてくる。さあ出来上がりしっかりとジャストシールド、ガードキャンセル、空中ニュートラルでターンを継続していって、さあ崖の上を上がりを崩せたと思ったら、しっかりと後隙にリミットクライムハザードを決めていく。素晴らしい動き。さあ競技量足当たらず空中へ浮かされて、さあ着地がしたい、台から降りたい。さあパチンコ当てて強い連携。さあ復帰、素晴らしい、上からしっかり帰ってきてリミットを使わず帰ってくる。ジャクジャク浮かして、さあリミット吐いて上から帰ってきて、さあ立て直したいセルシアクラウド、空中上で浮かしてクラウドのターンか。ジャクジャクジャクで外出して、さあ台から降りたい、崖から上がりたい、上がっていく。さあ立場が入れ替わって、これは帰れるか、しっかり帰る、素晴らしい。さあ立ち上がり、パチンコでしびれを切らしたところしっかりと空中ニュートラル当てていく。掴んで下投げ、さあ読み合いしっかりと制していったケプトムラビト。ハニャー出してジャストシールド、素晴らしい。ハニャーが当たってパチンコ当たって崖に出される。さあ強尻で素晴らしいタイミングをずらして上がってくる。空中下クリティカル、これもしかしたら強尻圏内じゃないでしょうか。ったハニアバリア、素晴らしい発生保証がしっかりついてる。最後までしっかり保証、さすが村人ハニア。さあ浮かして掴んで後ろ投げ、 126% 空中ニュートラルで怖いんじゃないか。さあ空下が当たって届かない、撃墜。さあ復帰阻止でものにしていったのはケープと村人。さあ2戦目、ハニアを出して選ばれたのはもう一度戦場。さあハニアのガード硬直にしっかりとつかみが通る。
30% 対 7% 火力が高い、もう5061火力が高い。さあ駆け上がり、ハニワを犠牲に上がってこれるか、上がっていく。さあ立場を入れ替えていく、空中下を出しながらしっかりと帰ってきて、さあ巻き地と株の判定も強いため、しっかりと出しながら持続を当てて帰って、着地は守られている感じ。さあ空中ニュートラル、パチンコまで当てていって、さあリミットを使わした、フッパーセントが高い、フッ基礎心に行きたい。これは崖離し空中上がりに対してしっかりとパチンコを当てて、ジャンプがないクラウドを撃墜確定でした。素晴らしい判断。さあハニワを出して空中ニュートラルごまかしていく、ハニワガードさして、さあ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 ハニワをガードさして、読み合いに持っていって、素晴らしいスライディングに対して振り向きつかみを置いている。さあ後ろ回避もしっかり読んで強気の空中ニュートラルとして、素晴らしい。ケープト村人、近距離が苦手なキャラクターにもかかわらず、セルシアクラウドに接近戦を仕掛けて読み合いを制していく。さあセルシアクラウド、ここからなんとかストックを取り返していきたい。空中ニュートラル当ててガキに出していく。さあここで倒したい、空中下で暴れられる、競技で外しちゃう。空中ニュートラルガードキャンセルで、まだまだセルシアクラウドのターンだが、そろそろ撃墜したい。さあハニアの壁が飛んでくる。さあしっかりとシールド返ってこれる。さあガキ上がり、さあ長く捕まっているとダッシュ A で撃墜されてしまうぞ。さあハニワを出して着地の隙はパチンコでごまかしていく。さあジャンプしても下から走っても当たっちゃう。さあ後ろ投げ 150%、 そろそろ撃墜したい、もういい感じに撃墜したいが、パチンコ当たって85。さあ空中ショーしっかりガード、素晴らしい。ケプトムラビとかなり硬い。さあこのうますぎる、なんだこれ、木を出してクライムハザード2段目を自分が食らわないように水だけ出して撃墜、天才、いや天才、なんだこれ。勝ったのはケプトムラビと、A クラスの対戦は4回戦お呼び出しいたします。アゲハ様ダブル A は？うますぎ、うまいとしか言いようがない。